こんにちは、ブンズスタジオです。ご視聴ありがとうございます。まあ、今日はですね、ちょっと先日お仕事で、まあ、長時間のね撮影する機会がありまして、まあ、それに対していろいろ準備したりとか、まあ、検証したりとか、まあ、実際も本番も行ったんですけど、まあ、その時に起きた、まあ、お話をね少ししていきたいなと思います。で、まあ、そのメインとなる、まあ、お話なんですけども、長時間録画ですね、まあ、バッテリーはですね、まあ、僕一眼レフ使ってますけどそんなに長くは持たないので、まあ、基本的にはまあ給電しながら、まあ、やる必要があるんですけど、で、まあ、今回ね撮影したのはですね、まあ、長時間といっても回しっぱなしの、長時間ではありません。まあ、ただ、カメラの電源だけは入れておかなきゃいけないので、だいたい3時間から4時間ぐらいは入れっぱなしになりますので、撮影してなくても、待機でねその時間分を、まあ、バッテリーで賄うっていうのはちょっと難しいかなっていうところで、まあ、どういう方法をね取って、まあ、給電しようかなっていうところをいろいろ検証しました。で、まあ、一番はですね、まあ、以前からやってるんですけども、USB で、給電しながら撮影する方法ですね。で、まあ、僕はまあそれでやってるんですけど、まあ、以前やった時にですね、やっぱ給電がちょっと間に合わなくて、まあ、結局そんなに長時間回すことができないので、まあ、諦めてたんですけども、まあ、今回も、まあ、また給電ちょっとしないといけないなってことで、まあ、いろいろ調べまして、でなんでね給電が間に合ってないかっていうところが分かりましたので、まあ、そのあたりをちょっとまずお話ししたいなと思います。まあ、結論から言いますとこれですね、この AC アダプター USB のアダプターですね、こちらの、ボルトのアンペアっていうのがありまして、そちらがどれだけ対応してるかっていうのが肝になってました。でこちらはまあソニーのね、純正の、AC アダプター、まあ、コンセントの USB タイプのものになるんですけど、こちら、まあ、ここにね、書いてあるんですけど、よく見ると、5V 1.5 アンペアというふうに書いてあります。で 5V 1.5 アンペアだと実は足りなかったんですよ。でこれ給電用じゃなくて充電用なので、まあ付属していて、で給電用っていうのはですね、説明書をよく見たらこれじゃダメなんですよね。で何かっていうと、まあ、こちらまあ別で僕、アンカーのコンセントのケーブルを買ったんですけど、9V 3アンペアっていうのが必要になってきます。これ結構皆さんご存知でした？まあ説明書よく読んでる方だったら知ってたかもしれないんですけど、足りなかったんですよ、ボルトとアンペアが。ということでこれを買って、カメラの方に接続しましたら、もう全然電池減らずで、ほぼほぼ給電で、まあ、撮影、まあ、することができました。でもちろん、まあ、先ほど冒頭でも話させていただいたんですけども、ずっとね撮りっぱなしじゃなくて、まあ、待機時間含めて、まあ、3,4 時間ぐらいは、まあ、いけたので、まあ、これはもうバッチリでした、解決でしたと、まあ、収まるところだったんですけど、また別問題が出てきまして、でこれがですね、もちろん、僕実際に本番行う前に、まあ、どのぐらいね、まあ、給電が持つかとか、まあ、熱暴走して止まらないかとか、まあ、いろいろ検証して、もう2時間とか楽勝だったので、まあ、これはまあ本番も大丈夫でしょうということで、本番迎えたんですけども、で使っていたカメラがですね、まあ、こちら α74 ともう1台先日ね購入した、FX30、 こちらの2台を使ってました。で、まあ、結論から言いますと、こっち FX30、こっちはもう何の問題もないです。全然カメラも熱くならないし、やっぱりファンがついてるので、給電してても全然安心できますね。で、問題はこいつです。α74。で、こちらも、僕検証した段階では2時間、全然余裕で回せました。これは録画、連続録画ですね。した状態でも全然いけたので、何の問題もありませんでした。で、もちろん、熱のね温度警告も出なかったので何の問題もなかったんですけど、いやー、いざ本番ですね、こう始めて、まあ録画する前にですね、まあ待機で置いといたんですけど、すでに高温
マーク出てまして、なんじゃこりゃってことで、まあ、このまま回し続けてたらちょっと途中でね止まっちゃったら撮影できなくなってしまうので、まあ、ちょこちょこ切りながら、まあなんとかごまかして、まあ、3、4時間耐えたんですけど、これがちょっと、まあ、熱はね今これ撮ってる α6400 に比べたら全然いいのかなって気はしたんですけど、ちょっとねあんまり、まあ、不安というかなところがあったかなっていうところですね。で、長時間録画実際 α7-4 できます。で、温度、高温のね温度警告も、まあ、高温設定にしてあるんですけど、で警告が出ても、まあ、停止はしないと思います。ある程度の真夏とかでなければね。だけどやっぱりマーク出てしまうとちょっといつ止まるかわからないので、ちょっとヒヤヒヤしますよね。なので、ちょっと長時間使う連続でね、2時間3時間ぐらい撮影するかもしれないって言った場合は、ちょっとねこちらのカメラはちょっと僕の中ではマイナスになりました。でこの FX30 は本当買ってよかったなと思って、もうガンガンに使っても全然問題ないので、これは僕の狙い目通りですね。長時間の撮影には向いてると思います。でその熱問題に対して一応まあ解決策じゃないんですけど、まあ、原因っていうのは分かってまして、何かっていうと、まあ、僕がやってる USB で給電するっていうのが、まあ、より熱を持ってしまう原因であるっていうのは僕も分かってます。本体で記録してると SD カードで熱を持って、バッテリーで熱を持って、さらに給電で熱を持つので、カメラ本体がねより熱くなってしまって、まあ、高温のね異常の傾向が出やすくなるっていうのは、まあ、知ってるんですけど、じゃあなぜそれを使って違う方法ね、実はあるんですけどそちらをしないかっていうと、その別の方法がちょっとまだ僕の中で不安なんですよ。でなぜが不安かっていうと、その方法っていうのがダミーバッテリーって言いまして、この実際ここにバッテリー入ってるんですけど、ここにバッテリーを入れずに、このバッテリーと同じような形のものを中に入れて直接ここから電源を取るっていうタイプのものがあります。でそれがですね、結構メーカー品のものだったらいいんですけど、 Amazon とかで見ると結構安い、まあ、どこで作ったかわからないようなものが多くて、で万が一ですね、例えば接触不良で、まあ、電気が来なくなったとか断線したとかなった場合に、そこからしか電源を供給してないので、もし切れてしまうとカメラ電源落ちちゃうんですよね。でそれが一番怖くて、まあ、実はそっちのね熱を持たない方法っていう意味ではそっちのダミーの方がいいんですけど、そっちに踏み切れないなっていうのがその最大の理由です。でまあ、皆さんね使われてる方って絶対いっぱいいると思うので、まあ、もしこれは大丈夫ですよとか、これはまあ大丈夫じゃないのっていうような、なんか情報がありましたら、まあ、ちょっと教えていただきたいなと思います。でカメラはまあこっちの7-4 とね FX30 なので、FZ100 っていうバッテリーのタイプになります。なので熱がねちょっと持ってしまうっていうのは分かってても、ちょっと今はまあ、USB 給電の方が僕の中では安心かなと思っていて、まあ、給電の方が止まっても中にバッテリーが入ってるので、まあ、要は二重から電源を取ってるってことは、どっちかが止まってもまあ大丈夫だよ、まあ、バッテリーが止まったら給電ってしないのでまあダメなんですけど、給電の方が例えば間違えて線が抜けちゃったよってなっても、こっちの方にバッテリーが入ってるのでカメラが急にね止まるってことはまずないので、まあ、保険って意味ではやっぱりそっちじゃないと今はちょっと使いづらいかなと思ってます。なので、今この FX30 こいつは給電してても全然熱くなりませんでした。この裏の液晶を開けて、まあ、ここにファンが入ってるんですけど、ちょこちょここう触ってたんですけど全然熱くならないので、これはですね触ってるレベルでも安心して長時間使えると思います。でこっちは本当に7-4 の方は気になってここばっかこうやって触ってたんですけど、まあ、熱くてどうしようかなって思ってましたね。まあなんてことが、まあ、先日のねちょっと撮影の中でありましたので、まあ皆さんと情報を共有しておきたいと思います。まあ、あとはねファンをつけたりとかヒートシンクつけたりとか、まあ、とにかく冷却する方法っていうのはいろいろありますので、まあ、そういうのを試してみたりとか、まあ、あとは極力ね長時間回すときには、まあ、画質はねこっち全然いいんですけど、α7-4 は、まあ、少しお休みしていただくとか、なるべく FX30 をメインで使っていくとか、まあ、いろいろまあ運用の方法も、まあ、考えたりとか、まあ、あとはやっぱりビデオカメラですかね、長時間回すというと。
まあ、そういうね、まあ、別のカメラを使っていくっていうのも、まあ、検討する必要があるかなと思ってます。ということで、まあ、今日はねそんなに、なんかのレビューとかじゃないんですけど、まあ、先日あったお話ということで、皆さんと共有させていただきました。何かありましたら、コメント欄の方にお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。